井市内には高品質で世界や国内においてシェアの高い製品を生み出す優れた技術力を持つ企業が数多く存在します。そこで今回は今年で28回目の開催を迎えた北陸技術交流テクノフェアの様子をご紹介します。福井県産業会館にやってきました。こちらでは全国から企業、大学、研究機関、団体などが出展する総合技術展示会北陸技術交流テクノフェアが開催されています。お願いします。どうぞ。テクノフェアについて福井商工会議所産業地域振興課の渡辺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いいたします。早速なんですが、はい、テクノフェアについてご紹介いただけますか。はい、テクノフェアはですね、今回で28回目を迎えまして、福井でも大変歴史のある展示会です。で、今回はですね、172の会社、学校、また研究機関、こういったところにご出展いただきまして、大変盛大に開催をできること、開催をしております。今回はどんなテーマで行われているんでしょうか。はい、基本的にはいろいろな総合的な展示会なんですけども、特に特別展というものを開催をしておりまして、今回は IoT 時代を支える新技術ということで、人工知能、また自動認識、こういったものを特に集めて展示をしております。大変大きなフェアなんですけれども、開催にあたってご苦労もあったんじゃないでしょうか。そうですね、だいたい1年ぐらい前から準備を始めまして、いろんな出展者に依頼してですね、ぜひ福井の方に来てくださいということで、今回、ご出展いただいているといったところもたくさんあります。そうなんですね。では今後の福井のものづくりにどんなことを期待されていますか。そうですね、今回も国の研究機関等々たくさんご出展いただいてますので、またそこで新たなビジネスパートナーを作っていただいて、また福井の輝く会社が生まれてくればいいかなというふうに思っております。私たちも福井のものづくりについてしっかりと知っていきたいと思います。はい、渡辺さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。産業会館の中に入ってきました。中にはたくさんのブースが並んでいます。少しお話を伺いながら見ていきたいと思います。いろんなものがありますが、こちらはいろんな小物が並んでいますね。こちらは三巻エンジニアリングさん、こんにちは。今日はどちらから出店なんですか。石川県の金沢市に営業所がございます。はい、そうなんですね。すごく可愛らしい小物がいろいろ並んでるんですが、今日はどういった技術を持ってこられたんでしょうか。はい、こちらはですね、UV 硬化型プリンターといいまして、いろんな材料に直接ダイレクトにプリントができるというちょっと特殊なプリンターです。これは何なんですか。はい、これはサンプルなんですけれども、通常こうアクリルにカラーのこの下地のプリントをしまして、ちょっとカメラに映るかわからないんですが、ここの表面にこのプリンタークリアインクという透明のインクを持ってまして、プリントした上にそのクリアの装飾を盛ることで、また違った趣向の人と違うものが作れる、オリジナリティのあるものが作れるっていう表現ができる。これ削っているわけじゃなくて、よく見ると見えるこの模様は透明のインクで作られているということなんですね。そうなんです。すごいですね。はい、ありがとうございます。今日はいろんな企業さんがこちらに来られてますけれども、何か気になるものや交流してみたいなというようなものはありましたか。このプリンターにつきましては本当にこれ専用ということがないので、来られる方皆さんがお客さんだと思うんですよ。でいろんなアイデアをいただいて、僕らもこんなことも使えるんだなっていうのはたくさんあるので、たくさんの方に来ていただければいいかなと思います。こちらでロボットくんが踊ってますね。よく聞くと国体のハピネスダンスですね。とっても上手です。今日は参加されてみてどうですか。いろいろお客様にも目に留めていただいて、
結構注目されてるなというふうに思ってます、はい、福井の方ということでぜひお伺いしたいんですが、はい、福井のものづくりについてこれからどんな風になっていけばいいなと思われていますか？そうですね、はい、ちょっと難しいんですけど、まあ、いろいろこういうロボットとか今ちょっと IoT とかっていうキーワードがありますので、そこの部分でいろいろメガネとかにそういうのを組み込んだりとかっていうのをできたらいいなというふうに思ってます。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ペッパーくんの踊りも終わったようですね。ペッパーくんもありがとうございました。答えてはくれないですね、すいません、ありがとうございました。面白そうなブースがありますね、ちょっと挑戦してみたいと思います。こんにちは、体験させていただけますか？どうぞ、はい、お願いします。こちらは自分のスイングとプロのスイングをデータで比較できるブースです。教えていただくファイルをですね、そのまま画面にこう、貼り付けてですね、まあ、証跡をしっかりと、管理する、そんな仕組みにもなっています。ありがとうございます。これどうでしょうか？赤いところを直すと綺麗なスイングになりますよっていう話なんですけど、一応PGA プロツアーのですね、15人登録してありまして、それの平均との差でこう表してますので、これを直せばもう PGA ツアーと同じスイングになりますので、ぜひご活用をお願いします。今の私のスイングの結果を一瞬で測定してこのように出してくださいました。プロの方と比べて58点ということだったので、まあ、合格点いただけるでしょうか？合格です。はい、ありがとうございます。こんな体験もできるんですね、面白いですね、ありがとうございました。いただきました。こんにちは。こんにちは。まずこちらのブースのご紹介いただけますか？うちは技研というメーカーでして、バリの出ないドリルというのを作ってまして、実際のドリルでこう穴を開けますとこうバリがこう出るんですけど、うちのでやるとバリが出ない、しかもこの間隔で開くドリルというのは世界でないので、世界で初の技術です。見せていただいてもいいですか？はい、このギザギザの部分がバリなんですね。はい、はい、この短い期間で穴を開けられるのもすごいと。そうですね、はい、どういったことに活用されてるんですか？まあ、いろんな部品には必ず穴を開けて、まあ、ボルト締めしたりするわけですけど、そのためにどうしてもこのバリがあると製品としては負荷になるので、このバリを取らなきゃいけないですね。でもこういう小さい穴のところとかこういうパイプとかにはどうしてもバリを取る工具が入らないので、はい、まあ、どこの会社でも困ってるのが、うちのやつでやればバリが出ないで一発で加工ができるのでコストダウンになるということですね。はい、実際にはどういった形で使われているか見せていただけますか？実際にはこういう回転してるのがこう下がっているという感じで開きますね。鉄とかサスとか、あとはアルミ樹脂、あと CFRP って航空機の母材ですね。あとこれから自動車のボディになる CFRTP などの穴開け工具を作っております。はい、本当にいろんなものに活用されてるんですね。技研さんということなんですが、吉岡工さん、吉岡工さんがうちの代理店をやっていただいてますので在庫してもらってます。ですから何かありましたら吉岡さんここに言っていただければうちの塗料が買えるということですね。はい、はい、こちらにお問い合わせということです。そうです。はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。こちらは福美化学工業さんです。こんにちは。こんにちは。こちらにはどんなものが展示されているか見せていただけますか？はい、まずこちらに展示させていただいているもの、AR コートっていう製品になります。一般的なこのプラスチックの例えば薬剤とかですとこう光が反射して映り込んでしまうっていうことがあるんですけども、そういったプラスチックの上に一層、まあ、AR のコート層というものを載せてあげます。そうしますと、光が反射してくるっていうのを、抑制してくれまして、その結果映り込まない、まあ自分の顔を覗き込んだところで、自分の顔が見えないといった形で、そうすることによって、その奥にある、まあ、写真だとかあと映像だとかそういったものが見えやすくなると、
そういったところの、製品になります。まあ、車のナビですとかいろんなパネル関係ですね、こういったところに採用させていただいている製品になります。こちらはどういった会社なんでしょうか。はい、弊社日化化学はですね、専用の界面活性剤がですね主力の商品でございますけれども、ああいった化粧品もございますけれども、この度ですね新しい新規事業ということで透過型のスクリーンの方にですね進出しておりまして、こちらがその、商品でございます。ちょっと近くで見せていただいてもよろしいでしょうか。こちらですよね。これはどういったところがすごいんでしょうか。はい、実はですね、映像が映っておりますけれども、向こう側が透けて見えるですね、透明なフィルムでございます。これこの映っているスクリーンは透明なんですね。実は透明でございます。お、今後ろに回っていただきましたが、見えてますね。本当に透明の状態のところにすごく鮮やかに映ってますよね。はい、ご指摘の通りですね、360度、映像が映っておりますので、ちょっとお回りいただくとですね、このように後ろからもですねはっきりと映像が映っております。後ろから見ても同じように非常に鮮やかに映っています。これ本当に透明なんですよね。なんか不思議な感じがしますね。非常に薄いです。確かに本当に紙のような、全然厚さがないんですね。はい、でこの、薄いフィルム自体が、結合像を結びますので、向こうにございますですね、湾曲とか、ああいったカーブを持ったアクリルとかガラスの機材にですね貼っていただくと映像が映りますし、透明なアクリルガラスに貼っていただければですね、ああいった浮いたような演出が、ちょっと今日は明るいのであれですけれども、少し照明を落としていただくとですね、ぼんやりと浮いたような、不思議な演出が、できると思っております。これからいろんなところで活躍の場がありそうですね。はい、そうですね、全国津々浦々今ご視聴いただいておりますので、福井を起点にですね世界に発信しております。はい、福井県内いろんなところでも見られるように期待しています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。産業教育の一環として高校生や大学生に先端技術に触れてもらう機会を提供する学生技術体験では、生徒・学生たちがブースを訪問し、積極的に出展者へ質問をするなど、福井県内外の企業や技術について学びを深めました。実際に見てみてどうですか？ちょっとわからないことも多くてちょっと難しいと思うんですけど、ちょっと興味の持ってるものもたくさんあって楽しいです。ブースの方とどんなお話されました？先ほど三谷翔司さんに行ってきたんですけど、インターネットの話とか、なんかセキュリティのお話とか聞かせていただきました。そうなんですね。自分の将来に活かせそうですか？はい、活かせそうです。やっぱ僕もこう就活通していろんな情報を知りたいので、ここに来てやっぱり皆さんいろんな企業が分かりやすく説明してくれて、とても自分のためになりました。具体的な技術などには触れましたか？はい、やっぱこう体験してみて分かったこともありますし、もうこういうことをやってるんだなというのも分かりましたね。いろんな企業さんありますけれども、ご自身の将来などには活かせそうでしょうか？そうですね、こうたくさん得た知識を活かしていきたいと思っています。こちらでは研究機関や大学などが新技術や研究成果を発表する公開プレゼンテーションが行われていました。先ほど演奏拝見しましたけれども、すごい技術ですね。ありがとうございます。ここ4年ぐらいかけてですね、これを開発してきたんですが、今日まあちゃんと動くようになって小型化が成功しましたので、皆さんにお披露目ということで展示させていただきました。はい、今回ロボットと人間が一緒に演奏するということだったんですけれども、どうしてこういったことを考えられたんでしょうか？今いろんな AI 技術、将棋ソフトとかあれ有名ですよね。で、音楽においても人の芸術が関わるところに AI のその姿というのがあるのかっていうところに研究室で一つ目標を持って活動しております。はい、
で3年かけて分かってきたところは、こういうシステムというのはありだなと、人の芸術分野に音楽ロボットは入っていけるというふうに考えるようになりました、はい、未来が開けていますね。そして今回は福井大学さんからの出展ということで学生さんもいらしてますね。今回準備に携わられたんでしょうか。あ、そうですね、はい、結構その、ロボットのですね、まあインターネットに接続して IoT の技術ですとか、まあ、そういったことなどをやっております。そうなんですね、はい、今回苦労されたこと、大変だったことってありますか。あ、そうですね、やはりちょっとプログラミングのところで、はい、うまくいかないところがあったりしたのですが、まあ、それもこの期限までに回せるように頑張りました。はい、では隣の方にも伺いましょうか。今日出展されてみてどうですか。そうですね、いろんな企業の方とか、まあ、見ていただける機会なので、そうですね、ぜひ PR したいなというふうに思ってます。はい、皆さんの反応を見てどうでした。そうですね、やっぱ興味持っていただける方多かったなというふうに、はい、思うので、またこれから、はい、頑張りたいと思います。わかりました。ロボットと共生できる未来期待しています。ありがとうございました。 ありがとうございました。また福井県中小企業産業大学校では、建物、電化製品、自動車、医療機器などさまざまなものをインターネットで相互にやり取りする IoT についてのセミナーが行われました。商工振興課の尾竹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。いたします。福井市の商工振興の取り組みについて教えていただけますか。はい、数多くのものづくり企業が福井の経済を支えています。このような企業がさらに発展していくため、福井市では、新技術や新製品の開発、設備投資に対する補助、融資などさまざまな支援を行っています。また、ものづくり企業を PR するため、ものづくり企業円滑サイトを作り、企業が持つ優れた技術力や製品情報などを発信しています。ものづくり産業を取り巻く環境は大きく変わってきており、 AI、ロボット、IoT など新しい技術がたくさん出てきております。今回のテクノフェアでは、さまざまな企業や団体、大学などが出展しており、ものづくり産業がこれを機に大きく発展していくことを期待しております。しっかりと応援されているんですね。よくわかりました。尾竹さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。産学官が集結し、活発な技術交流が行われていました。さまざまな支援を活用し、福井のものづくり産業がますます盛り上がることを期待したいですね。